従来ヒスペニヒカ兵線ライヒスマルク紙幣線ライヒスマルク紙幣ライヒスマルクとは、1924年から1948年6月20日まで使用されたドイツの公式通貨。ライヒスマルクは、西ドイツでドイツマルク、東ドイツでは東ドイツマルクに切り替えられた。ライヒスマルクは、1923年にピークに達したハイパーインフレーションに対処するため、 パピエルマルクの代替として1924年に導入された。この際のライヒスマルクとパピエルマルクの交換レートは1、1兆であった。それは4.2ライヒスマルク、1ドルのレートでドルに連動した。経済を均衡化し安定させるため、パピエルマルクは直接ライヒスマルクと両替えされず、連転マルクと両替された。マルクは古ドイツ語で通貨の意でもあり、 12世紀以来使用されている。マルクは1871年のドイツ、帝国統一後にドイツの主要な通貨となった。しかしながら他の多くの現地通貨が20世紀前半までドイツで共存した。第二次世界大戦後のアメリカ、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国の分割占領下でも流通を続けたが、1948年6月からソ連占領地域と 米英仏占領地域で、それぞれオストマルクとドイツマルクへの通貨改革が実施されて消滅した。この通貨改革がベルリン封鎖の直接の引き金となる。ありがとうございます。